チャオ、あっちゃんです。2018年最後のあっちゃんに質問コーナー、ちょっと間空いちゃってんけどもね、第4回目のお答えしていきたいと思います。はい、ちょっと待って、よいしょ、タイマーしよう。ヘイスリー、タイマー15分。はい、では行きましょう。チムタンさんとからみかんは好き。みかん好きです。はい、あちゃん結構果物好きでね、みかんもう冬はみかんよね。みかん大好きで、基本ねフルーツは大体好きやねん。でもちろんメロンスイカが好きやねんけども、みかんも桃もりんごも、あとなんだ、梨もね、柿もフルーツっていうのは大体好きです。甘いのが好きやねん基本。はい365日さん、台所の山積みの食材とかは片付きましたか？まだです。年末に向けて頑張っていってる途中やねんね。でやっぱり片付けてても毎日ちょっとずつちょっとずつ片付けとんねんけども、片付ける以上にまた増えたりしたりとか、あとね片付けられへん日が出たりとかでね、なかなかね、一日で集中したら多分片付くと思う、一日あれば片付くと思うんだけど、丸一日そうね、その掃除っていうか片付けに当てる日っていうのがなかなかできひんくってね、まあ頑張って年末までにはねお片付けして、でやりたいことがあんねん。キッチンちょっとねプチリフォームじゃないねんけども、リフォームとは言わへんな、ちょっと DIY で収納部分をねちょっときれいにしていきたいなと思って、これ言ってしもたらあかんね。はい新たなネタです。はい、だからキッチンはね早めに片付けます。はい、リーさん、身長と足の大きさは、身長162センチです。で足の大きさは 24.5 センチです。はい、さとみさとみさん、よくユーチューバーがやるルームツアーをしてほしいです。これ結構前から言われてんだけどね、なかなか、結構ねよくユーチューバーさんがやってるけどもね、ユーチューバーさんってだいたい家族持ってないんよね。だから自分一人暮らしで、誰にも許可を得ずにルームツアーって結構簡単にできる。であっちゃんなんかでもいいねんけども、やっぱり家族がいてると映っちゃいけないものがあったりするし、でどうしてもそのプライベートのものがあるから、家族のものを映さないでルームツアーってなかなか難しいねんね。だから今後する予定はないです。はい、ごめんなさい。ココアさん、あっちゃん子供の頃、お正月、どんなお正月を過ごしましたか？そしてお年玉で何を買いましたか？私は親類が少なくてあまりお年玉がもらえなかったのですぐ使うタイプで、近所のスーパーでお菓子の福袋を買ってから小さなおもちゃ屋さんで何かを買うのが楽しみでした。はい、楽しかったよね正月のお年玉はね。やっぱ子供にとって一大イベントやもんね。あっちゃん子供の頃どんなお正月を過ごしたかっていうとね、うちの、家はね車屋さんしてたね。でまだ田舎やから半年貸しって言って、7月締め12月締めで請求書を作ってお客さんに集金に行く、まだ持ってきてくれる、そういうね関係で、この町は特殊やねんけど、未だにやねんけどもまだ残ってる風習で、半年貸し、信用貸しやねんけどね。でそれでまあなんでかって言ったら田舎やから、田舎っていうか山やから木材が盛んやねんね。で農業が盛んやねんね。農業なんかやったらお米作って10月とかに出荷して、結局お金になるのは年末。材木なんかでも一振って結局締めて年末とかにまとめて入ってくる。そういう中でお医者さん、この町にね越してきた他の町から来た人びっくりするのが、お医者さん、薬屋さんで、もちろんスーパー、八百屋、スーパーっていうかその八百屋、果物屋、お魚屋、お寿司屋、あと何ある、昔からの、飲み屋で、食堂、いろんなところ、もうびっくりするのが病院薬局もやねんけども、半年貸しやねん。
お金なしで生活できんねん、この町。不思議な町やね、うん。だからそれがもう今はだいぶ薄れてきとるけどもね、そういう町やねんけども、だからこそ、集金に行って、で年越せるか越せへんかっていう瀬戸際、12月31日まで請求書作って、まだ集金行けてへんとか、もう大晦日除夜の鐘鳴りながら集金に行く。だそこのもう今年収益ないからお金払われへんとか、押し問答でね、やっぱ半年貸すと何十万ってなってくるから、半分でもいいから入金してくれって掛け合いしながらね、そうやって終わんのがもう大晦日遅くなってからにお父ちゃんが帰ってきて、ね、であっちゃんもやっぱりある程度、まあ、子供やからね、ある程度の時間までしか手伝わへんけども、でまあ年越しの準備をして、で新年を迎えねんね。で元日は疲れ果てて一日寝てること、だから寝正月ってよく言うけど、うち子供の頃正月元日は寝正月やったんね、うん、でテレビを見ながらおせちをつつきながらダラダラする、お父ちゃんもお酒を飲みながら一日ダラダラする、それが元日やってね。で2日の日はお母ちゃんの実家、お母ちゃん実家っていうか、お母ちゃん実家はもともと京都やねんけども、おばあちゃんがこっちの方でね、おじいちゃんとかこっちで住んでて、この同じ町の中におばあちゃんがいててね、そのおばあちゃんのところに2日の日は行くねん。で2日の日そこ行ってお泊まりして3日に帰ってくんねんけどもね、だから2日の日はそこ行く。でお年玉はあっちゃん元日にお父ちゃんお母ちゃんからお年玉もらいます。で2日の日におばあちゃん、とか親戚の人からもらう。で3日の日にうちに、お父ちゃんは、長男さんがおったんやけど、長男さんが亡くなって、そのおっちゃんがね、42で亡くなった。あっちゃんが小学校の頃に、小学校1年ぐらいの時に亡くなってね、でそれまでおっちゃんは一人っていうか、おばあちゃんと一緒に住んで、おばあちゃんが幼稚園の時に亡くなってんだよね。で、まあ結婚して住んでてんけども、その家庭はにみんな行っててんけども、おっちゃん亡くなったらうちが、だからお父ちゃん次男やから上になってくるから、うちに仏壇があって、うちに親戚が集まるようになるね。それが3日の日やって、で3日の日は親戚がうちに集まってきて、またわちゃわちゃお酒飲んで騒ぐ。だからその三が日は、1日うちの家族だけでゆっくり、2日お母ちゃんの実家行く、3日、お父ちゃんの家族が来るみたいな感じでね、うん、そうやって、だから三が日はどこにも出かけられへんでね。で初詣は4日5日のあたりに初詣で三輪さんに行くんでね、これがうちの小さい頃の、やってんけども、で元日に何もせえへんから近くの宇治子神社っていうのに歩いていくっていうのが、あっちゃんがね、小中学校とかになったぐらいから、それまでそんなしてなかったね、やっぱりお父ちゃんも疲れてるけど、でばあちゃんが小学校高学年から中学校にかけて手伝えることが増えてきたら、ちょっと楽になったかもしれないけど、1日初詣行こうかって行くようになってね、そんな感じだったね。でお年玉はね、結構な額もらう子供でした、まず基本親2人、ばあちゃんおばちゃんで、あとお父ちゃんの兄弟ね、おじさんたちから、結構そこだけで大体1人1万円ずつぐらいもらえるから、もうそれだけで8万集まんねんね。であとお客さん、うちのお客さんが年末に集金とか行ったり、お金を持ってきてくれたりね、年末に半年貸しで利息とか取らへんねん、その金額だけ請求するだけだから、利息兼ねてか知らんねんけども、お年玉やっちて子供にっちってくれんねん、3000円5000円とかね、そんな金額もらえるから、結構ね、1回のお年玉であっちゃん15から20、多い年で30万ぐらいもらってた年もあってね、だから景気の良かった年なんか、材木屋さんなんかやったら儲かって、今年儲かったんや、ああいう話でお金ポンってねぎらずに払っていく、でねぎらずに払っていく、プラス子供にあえて、あっちゃんとこ兄弟3人兄弟だけど、1人ずつ1万円くれたりとか、そんな景気良かった頃あって、大きい時で30万ぐらいあってね。でその30万、あっちゃんは小さい頃は使うことないから溜まってて、で溜まってたやつがちょっといろいろあって使われちゃってなくなったりね、まあまあ事業のいろいろあったり、ね、いろいろちょっと詐欺的なものしか、ちょっといろいろ、そこはもうあんまプライベートで話されへんねんけどもね、お父ちゃんが あんま言えへんねん、ちょ言いたい、これほんま言いたいねんけどね、ちょっといろいろ騙されたりもあって、
ち家族がね、そんなもあってねんけども、ほぼなくなって、それでも毎年やっぱり十何万は貯まっていく。ダメな、ダメっていうか景気悪くなったとしてもやっぱり10万ぐらいはもらえててね。だから景気悪くなったら親戚の人たちも5000に下がったりするんだけどね、まあ、そんなこんなでもやっぱり10万近くはもらえるようになってて、で毎年10万ずつぐらいは貯まっていく。で貯まった金額で何かあっちゃん大きなもん買うのが好きやから、中学校入った時にパソコンが欲しくなって、あの頃のパソコンってしょぼいしょぼい、今から言うたらねファミコンよりもしょぼいようなパソコンやんだけども、30万とか40万してて、あの頃ね、それを何年か貯めたやつで、パソコン買ったりとかね、だから普段に細かいものを買ったりするのに使わへんねんけど、大きなもん買うのが好きやったね。であっちゃんもテレビオーディオとかテレビが好きやって、ビデオが好きで、ビデオが出た時にビデオデッキ12、3万してたやんか、ね、ビデオ欲しいって言って電気屋さんにビデオ持ってきてって言って、ね、お年玉でビデオ買ったりとかで、テレビ欲しいって、あの当時ね1インチ1万円って言われてたブラウン管、29インチの、ブラウン管シャープの欲しいって言って、そんなん買ったりとか、オーディオビクターのオーディオ買おうとか思って、20、だから中学校の頃ステレオ持ってなかったで、欲しいな欲しいなと思って、で高校に、あ中学校じゃ小学校の時や、で中学校の2年か3年の時に20何万かなぐらい貯まって、オーディオ買ったんで、オーディオってステレオ買ったんで、ピクターのなんかねキョンキョンがコマーシャルしてたやつ欲しくて、キョンキョンのコマーシャルしてたやつ買う言うて、で大阪にお父ちゃんに行ってもらって買ってきたりとかね。でうち不思議でね、半年貸ししてるでしょ、だからお年玉は正月だけちゃうね。うちから、身内からはないねんけども、お客さんがね集金来てくれたんかって、よう頑張ってんなっつって、あっちゃん小遣いやっつって、お盆の小遣いや言って3000円とか5000円くれる人がいてて、でそんなんでも集金だときにお小遣いもらうから、お盆にもたまんねんね。だから1年間で結構な金額たまって、オーディオ買ったりとか、そんな大きなもん、ラジコン買ったりとかね、とバイク触ったりとかね、もうそんなんに使ってた。だからね、まあでもね、そのお年玉だけでも大人になる頃、二十歳ぐらいまでもらって、二十歳過ぎてもね、お客さんからね、あちゃん集金、あちゃん仕事ついでんねんな、そっか頑張ってんなって言って集金行ったらお小遣いくれたりね、そんなんしたりでね、結局ね、まあまあな金額貯まってた。だからポルシェ買ったりとか、まあお仕事もしてて給料もらってたしね、そんなんもあったし、でポルシェ乗ったり BMW 乗ったりとか、うん、まあそんな会社ロータス買おうと思って貯めててんけども、結局ロータス売り切れてて、なんやかんやでレースしとるからってキャラバンのバン買ったりしてね、そんなんしたり、そのうちにまたロータスエスプリ買ったんやけどね。でいずれあっちゃんはランボルギーニが欲しかったから、うん、そのランボルギーニ買おうか思って貯めとってんけど、その金額でちょっと会社の代表もう大人になってからね、その時に結婚した時に、結婚式に派手に使おうんで、ほぼ使っちゃって、であとまたね、また働いたら儲かるしと思ってねんけども、レースやったから今は蓄えないね。子供の頃の方がお金持ってたかもわからへん。だから子供の頃結構ね、スネオ的な正月お年玉の使い方してたかもわかんない、うん、おいのび太って言ってオレンジ金持ちみたいなごめん、嫌なやつです。はい、まあそんな感じでね、まあまあ年玉もらってた。はい、こんな感じです。いまだにだから三が日どこも行かへんっていうのが多かったりするね、やっぱその名残もあって、うん、はい。でゆきちゃん、ちゃおです、はい。毎日やり取りをしていた人から急に連絡が来なくなりました。3日も未読です。あっちゃんならどうしますか。相手がどういう人か、大切な人、大切な人、恋人とか、まだ恋人未満、友達以上、ね、なんていうのかな、好きな人、いや、友達、切っても切れへん親友、いや、単なる友達、元会社の同僚、いろんなパターンがあって何とも言えへんねんけども、まず3日未読っていうことは、こっちが何も相手に非がない、喧嘩してないとか何もない時に、もし3日未読っていうことは、一番最初にあっちゃん心配するのが、病気になってないんかな、入院してないのかな、下手したらね一人暮らしなんかやったら亡くなってないかな。昔ね、
大阪の芸人さんで奈良の人やねんけど、ベイブルースっていうのがおって、まだ20代の子やねんね。今の高山って言って、まあ、まあ出てけんかな、吉本の人やねんけど、その人の相方やねんけど、めちゃくちゃ面白かって漫才界ではトップ行くんちゃうかっちゅう人やったんやけど、その人がね、なんか2日3日連絡取れへんかって、家行ったら布団の中で亡くなってたんやって。そんなんもあるからちょっと心配、うん、やっぱりお友達とかでもね、3日未読ってのはかなり心配で、ちょっとあっちゃんは、そこをまず心配します。で、恋人とかの場合はやっぱり彼女ができたんかなとか、私振られたんかなっていう心配もあるかもわからへん、うん、だからもし未読になってだったら連絡をどうにか取ろうと思う。ただ一つちょっと気になるのが、まあ、今時やからかもわからへんけど、 LINE のつながりっていうのはそこまで深いつながりじゃないのかな、うん、もし、ほんまにその恋人とか、そういう大切な人なんかやったら、ちょっと待って、通知がめっちゃ来んのよ。もしね、その深いつながりにしてたら LINE だけじゃなく電話とか住所知ってたりとかいうつながりがあるんやったら、あっちゃんは飛んでいきます。やっぱり心配やから。でもし嫌われたんやったらそれでいいねん。あっちゃんは結構そこはドライで、嫌われたんやったら、あ、迷惑かけてんな、ごめんなさい、じゃあ目の前から立ち去りますっていうタイプやねんね、うん、だから友達でもそうやし、何があるかわからへん。もしかしたら誰かからあっちゃんの勝手な嘘噂を聞いて嫌われたんかもわからへん。それやったら真実を確かめて、え、あ、そういうことで嫌われたん、ごめんね、さようならって言うと思うけど、さようならせずに連絡取れへんっていうのはすごく心配。まず相手の命とかが心配やから、まずそこ行きます。で、逆に LINE でしかつながってない、住所もわからへん人やったら、そうなっててももうどうもしようがないから、次既読になるまで、連絡来るまで待つしかないかなってあっちゃんは思うねんね。そこがどういうつながりかっていうのがちょっとわからへんから、何とも答えにくいけど、あっちゃんもし分かってるんやったら行きます。で、大丈夫って声かけます。で元気そうにしてたら、ずっと3日ぐらい未読やねんけど、なんかあったの？で、あ、嫌われたんやった、嫌われた、あ、そっかって、じゃあさようならで終わりにすると思うねんけどね、うん、ちょっとこう心配やね、うん、あっちゃんやったらすぐ飛んでいきたいな、やっぱり。特にこれが大切な人、愛してる人なんかやったらすぐ飛んでいく、うん、だからもし今まだみきちゃん、頭の中ではみきちゃんがちょこ出てきてんけどね、もしみきちゃん福島におった頃に LINE、 あの頃 LINE なかったけどね、 LINE、 いや、あの頃メールしてたん。メールでもやっぱりみきちゃんは送ったらすぐ返してくれるタイプだけども、もう一日でもメールなかったら仕事休んで、でも福島で飛んでいったかもわからへん。それぐらいやっぱり愛してたんよね。やっぱり心配よね。はい、ということで今日はこの辺で終わりにして、次ペチカさん、ペチカラブさんのところから行きたいと思います。はい、ではまたね、今日のあっちゃんの質問は、ね、この辺で終わりにしたいと思います。また次回、動画など撮ってね、また出していくんでよろしくお願いします。まだこの質問動画、まだ質問あんねっていう人は、この動画じゃなく、ちょっと遡ってもらって、あっちゃん質問コーナー、タイトルは久々にあっちゃんに質問コーナーっていう動画なんで、そこに質問ください。質問いただければ全て答えていきたいと思います。ではまたね。